シマスク TV のお時間でございます。さあ今回登場するのはこちら、じゃーんじゃーじゃーじゃらーゴー、はい、セブンワースイーツ宇治抹茶ババロア、今回はこちらにチャレンジしたいと思います。いなりしゅーというわけでございまして、恒例の写真撮影タイム。宇治抹茶ババロアでございます。はい、セブンイレブンは毎週推し、今週の新商品みたいなやつで、香りの高い宇治抹茶を使ったババロア、コクのあるホイップクリームと粒あんを盛り付けましたということでございます。これでもね、販売地域は東海限定なんだって、うん、だからこう東海でしか食べられないスイーツだそうです。というわけでございまして、早速いただきます。宇治抹茶ババロアパッカーン。匂いは特にね、今この時点では抹茶の匂いとそんなにしないです。じゃあもう早速ホイップとあんと宇治抹茶ババロア全部いきましょう。こんな感じ。はい、いただきます。うん、めっちゃ抹茶濃い。ババロアすごいよ、めっちゃ緑。まあ、俺が白いから余計緑が目立つけどね。うん、あ、結構弾力がある、強い。うん、あーこれね、食べ方によるね。今ね、抹茶ババロアだけを食べるとやっぱり抹茶がすげえ強いので、あんね、あんと、うん、抹茶ババロアにすると、甘さがちょっと引いたね。ホイップとあんとババロアにすると、ホイップでね、味がよりまろやかになるね。そう、このホイップ、うん、そこまで甘くない、ミルク感は強いね、うん、だからホイップと一緒にババロアを食べても甘ったるくなるね。どっちかというとこうババロアの苦味をね、抹茶の苦味を和らげてくれる感じです。うん、完食。はいね、かなりお茶感が強いで、ババロア自体もね、かなりこう硬い、硬めなので食べ応えがしっかりしております。ぜひね、結構ちっちゃいところかなりガツンと、そんなデザートでございました。というわけでございまして、今日は宇治抹茶ババロアご紹介いたしました。イノリーシュ、皆様のチャンネル登録お願いします。はい、ということでございまして、宇治抹茶ババロアね、普通に食べると231キロカロリーでございますけども、みんな知ってますね、ババロアってゼラチンを使って固めるんですよ。ねえ、まあゼラチンとか寒天ってさ、ダイエット食品でしょ？ねえ。っていうことは、もうこの宇治抹茶ババロアは、ダイエット食なわけでございます。はい。ということは、どれだけ食べても、0キロカロリー！光って見えない！いなりしゅー！